それにしても悪魔をぬいぐるみに憑依させるとはセレッサらしい。お前もまんざらではなさそうではないか。魔界に帰るまで我慢しているだけだ。チャールズは顔を真っ赤にして怒ります。気配は感じるんだが、居場所がつかめない。チャールズはジャンヌの言葉に何も言わず黙っています。でもなぜか心が重くなり、その口からは自然とため息が漏れました。
残酷な作業を何度も見たくない。お前だな、セレッサを隠したのは。どこにいる？ジャンヌの声が静まり返った森にこだまします。この先には自分の運命に関わる何かが待っている。ジャンヌの胸に例えようのない不安が広がりました。待て、このひび割れ。向こうから確かにセレッサの気配を感じる。なんだと？チャールズも興奮して目を白黒させます。二人はようやくセレッサの居場所を突き止めたのでしょうか。ここだ。この部屋のどこかからかすかにセレッサの気配がする。それにそこには妖精たちのものとは違う不気味な気配が漂っていました。
あれを見ろ。チャールズが何かを見つけました。目を凝らすと遠くに人影が浮かんでいるのが見えます。それは何かの力によって縛られて石のように動かなくなったセレッサでした。セレッサの顔はまるで凍りついたように青ざめています。セレッサ！あと少しというところで引き裂かれるジャンヌとセレッサ。チャールズは何かに気づいて牙を剥いて低くうなります。二人の前に現れた不気味な気配の主、宙を漂う姿はまるで亡霊のようです。そのすべてを見抜くかのような目に二人は息を呑みます。お前だな、私に語りかけていたのは。何者だ。またお会いできた勇敢なお嬢さん。いや、初めましてか。私は、そうだな、事象を定める者とでも言っておこう。今日は七死によく会う日だ。だが誰だろうと、我らアンブラの魔女に肌なす者には容赦しない。アークミルオリジン、あの者の思わぬ抵抗でこんなところに来る羽目になってしまった。少々遠回りになったが、ここで彼女を我が物とし、今こそ私のセリフを確定させる。その亡霊の目が怪物のような恐ろしい目つきに変わりました。ですが、ジャンヌもチャールズも一歩も引きません。わけのわからないことを。我がアンブラの友には指一本触れさせぬ。引かぬのなら私がアンブラの裁きを下す。さあ、今こそ事象を確定しよう。アークイブオリジンはもう私のものだ。緑色の亡霊が巻物を広げると、
手品のように妖精が飛び出してきました。それはセレッサの心の傷を形にする妖精の力を使った術です。大口を叩いた割にはもう降参か。まずそうだから味わう前に人飲みにしてやるぞ。チャールズも牙を剥いて吠えかかります。ところが緑色の亡霊は静かに立ち上がり、薄気味悪い笑みを浮かべています。まだわからない。ジャンプ、私に抗えばどうなるのか。お前、どうして私の名を知っている？ジャンプ、君に少しだけ見せてあげよう。その道を歩み続ければ、君がどうなるかを。突然、緑色の亡霊は怪しい術を使い、二人の体を縛り上げます。そして次の瞬間、ジャンヌの頭の中に恐ろしい幻覚が流れ込んできました。それは、大人になったジャンヌが殺される悪夢のような幻覚でした。こんな術など跳ね返してやる。チャールズは必死でもがきますが、少しも動けません。ジャンヌ、今君が見たものは君の未来の姿だ。あの者に関わり続けて、その重い結末に必ず落とすよ。それを避けたくば今すぐこの場を去れ。誰も君を責めはしない。緑色の亡霊はそれを見下ろすように再び宙に浮かび上がると、動かないままのセレッサの方にゆっくりと向き直りました。アークイブオリジンよ、君の抵抗ももう限界だろう。その私に捧げる時が来た。そして私の世界がこれでようやく確定する。いたさ、我がアンブラの友には指一本触れさせぬと。ジャンヌがついに立ち上がりました。術は浅かったのか。ではもう一度よく見せてあげよう。あいつには果たしてもらう約束がある。お前の好きにはさせない。チャールズも力強く吠えかかります。ジャンヌ、己の未来を見たはずだ。なぜまだ私に抗う。私は絶対に逃げない。誰よりも強い魔女になるために。己の運命を知ってまだ